やれやれ、このルートも失敗ですか。だが2度目の失敗から数えないので傷が浅い。2大ヒロイン同士をぶつけて追消滅させるっつう基礎理論は間違ってねえはずにゃんだけど、まだ何か足りないパーツもあるという。いや、やっぱ中盤の不安定さが問題なんだよにゃ。主にあの目ん玉と思考回路がバラ色になった。奴が一人で分岐を悪い方に転がした。試しにサイコロ振らせたらゾルメばっか出すから、面白い女と採用したらこのざまですよ。よく考えたら偶数しか出せないし、あの海底ファンブル、くっ私のとんだめぐり違いでしたわね。おかげで全宇宙猫耳化計画最新作猫スクリプションも投入大幅遅れ。私自作自演動画配信で制作費ゼロ。まさに濡れ手に泡の夢しかねえ企画なのに。まあ配信費用の見積もりは何に高いんだけど、いいだ内容チェック済みさ、メンタルケア費。あいつらコンクリな肉体に鉄筋の精神が宿ってるだろう。責任者出てこい。まあ怖いし、かくなる上はネクスト10年券を使わざるを。そこまでよ。にゃにゃにゃつ見つけたわよ、有害無益な魔物。無駄な抵抗はやめて、おとなしく幕に着きなさい。この子は素敵、それでいてノーブルな不満の形。これは鬼より怖いシスターが現れた明らかな印。だがノックとアンロックを同時に済ませるハードボイルドスタイル嫌いじゃないね。呼吸だけでなく気持ちの悪い発言はそこまで。これ以上勝手はさせません。特にネクスト同行だけは断じて許しません。ふん、許さないとどうするって言うんだ。泣き怒りながらゲーミング発行したりするのかにゃ。どこかの自称お姫様と一緒にしないでください。私はあのような無様はさらしません。にゃにゃにゃ。その笑いが何に対してのものか、あえて流してあげましょう。サンキューシスター、やっぱ初代は違うにゃ。ところで今までどちらに。猫センサーではユウのレアス感じなかったんだけど。呼ばれもしない時はちょろちょろ出てくるくせに、借り出そうとすると逃げるでしょ。ですので今回は表向きは使用人に任せて、私はあえて裏で網を張っていた。何？この私を裏切ったのかい、ドク。あんなことこんなこと一緒だったのに。え？私は秋葉様に忠実な使用人で、謎可愛い科学少女などではありませんの？ささ、秋葉様、まずいことを喋り出す前にやっつけちゃいましょう。琥珀、これを梱包して発射台にセット。それと何がまずいことなのか説明して。アイアイサーです。翡翠、ここを跡形もなく掃除しておいて。アイアイサーでございます。スケジュールが押しているわ。5分以内で済ませてすぐに取り掛かりなさい。熱い指導力と決断力を感じる。一体何が始まるんですかにゃ。あなた星は好きでしょ。宇宙かよ、これで何回目だ。相変わらず広いにゃ。うわ、太陽が眩しいと思ったら弱気を告げる私の目からビームでした。ビビビスペースデブリ、いつもサクサク変わらぬ金属味。地球人類には早すぎる私の朝のお気に入り。ただ飯付き宇宙滞在とは勝ち組ですな。水と空気と救援のあてはないけど。ああ、グラスに入ってるこれ。にゃーに、安物ダークマター30億年ものですよ。しかし喧嘩キックで軌道投入成功させたってことは、シエロをボコったつ話マジだったの。つか私、星が好きって言ったことあった。まして星になるのはノーサンキューもいいところだが。はあ、猫の野望もこれにて打ち切りですかにゃ。いいな、断じていいな。猫風に言えばいいにゃ。恥じぬ、こびる、支払わぬ。
爆死も週明けのマジ締め切りもなかった。そんな無計画さでネコスクリプションできるのかって。毎週新作で開始、なし崩しに不定期年一が上等ですが、ゆえに良い子のみんな、次回配信も震えて待って。サムズダウンしようとした指は黙っておしゃべりしとけ。よーし、じゃあ気合い入れて大気圏再突入行ってみっか。あのマッハ30のぬくもりだけは何度